吉田さんお疲れ様です。猫ちゃんね、助けてあげたいですよね、やっぱりね。まあ、世の中は自己責任って言いますけども、でも人は一人では生きていけないっていうことを考えると、自己責任の部分もあれば、みんなで協力し合って、まあ、弱者救済じゃないですけどもね、弱った人を助けていくっていうところもあって、まあそれぞれかなと思いますね。両方とも必要な、領域なんだろうなと思いますね。それから弱肉強食って言いますけどもね、世の中は弱肉強食だとかね、まあ確かにそういう部分はありますけども、弱肉強食だと人間は非常に個体としては弱い存在なんで、だから徒党を組む、社会を作る、そうすることによって、まあ、猛獣に襲われないようにとかね、食料危機にならないようにとか、外敵に攻められないようにとかっていうのをやってきたんだろうなと思います。まあ、そう考えていくと、所詮自己責任も社会という協力した構造の中での自己責任なのかなと思いますし、やっぱり自己責任の中にも、まあ、共存共栄ってものがなければ自分の力を十分に発揮できないよっていうところがあって、どっちかに極端に触れることはないんだろうなと思いますよね。そして基本的にはこの地球上っていうのは自己責任の原則であり弱肉強食なんだけども、そこから知恵を使って離れた存在が人間とも言えるのかなと思うんですよ。だから人間は全てが自己責任ではやってませんしね。まあ自己責任を声高に主張するような人でも、じゃあ全部を自分でやってるのかっていうと、電気とか水とかガスっていうのは誰かに依存してるわけですしね。まあそう考えていくと、みんなで同じ社会を共有してるってことなのかなと。で、瞬間的には一方的に人の世話になる人も当然いますし、まあ人に尽くして何もリターンがないっていうこともあったりとかするんですけども、長い一生見ているとね、動物にも限りませんけども、まあ、お互い様っていうことなんじゃないかなと思いますけどもね。はい、じゃあね、吉谷さん、猫ちゃんとまたお元気に。